こんにちは、まさです。野戸地震の被災者に対して厚労省がお金を貸しますって言ってるんですけど何ですかねこれもともと生活福祉資金貸し出しっていう制度があるんですけどこの条件を緩めて被災者に対してお金を貸しますって言ってるんです原則として10万円以内だそうです お金を貸すっていう制度自体はいいと思うんですけど、まずは被災者に対して10万円あげちゃいなさいって思いますよね。あげちゃいよ。小泉慎次郎くんが横須賀駅で地震に対する募金をお願いしますって言ってましたけど、あなたのやることってそれですか募金ですか違うでしょもちろん、 募金活動をやってもいいんですけどまずは政府からお金を引っ張ってこいよって思います能登半島の地域って輪島市穴水市珠洲市能登町とね人口が少ないんですよ7万8万ぐらいですから1人10万円配ったって70億ぐらいですよウクライナに対しては1兆円 6, 億円そして1月7日には55億円ってね、バン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 気前よく上げちゃうのに、能登自身の被災者に対してはお金を貸しますですからね。よく比べるなよっていう人がいるんですけど、比べざるを得ませんよね。今日のニュースなんですけど、岸田総理の 国賓待遇訪米に向け調整中と、つまり何を意味するかというと、国賓待遇の見返りに、ウクライナ支援に対するお金を奪われるってことです。今度は何兆円単位です。5兆円 ?7 兆円わかりませんけど、それぐらいのお金だと思います。アメリカはウクライナに対して、 お金は出さない方向ですから、今度は日本に出させるつもりなんです。そしてこれも今日のニュースなんですけど、政治資金事件、安倍派と二階派の会計責任者を在宅起訴と、つまりこれ以上議員は逮捕されない可能性が高いということです。以前言ったように特捜部っていうのは、 アメリカの影響が大きいんですですから私にはつながって見えるんですこれと「おい岸田お金を出しなさい出してくれたら逮捕しませんつまり今日私が何を言いたいかというと結局割を食うのは日本国民っていうことなんですアメリカに5兆円献上しますって言ったって 儲かるのは軍産複合体とその株主ですよね。日本人が豊かになるわけではないんです。日本は1997年の消費増税から GDP が全く成長しなくなっちゃったんですけど、なのに海外にはこっちに何兆円、あっちに何兆円って支援しているわけです。海外支援は ほとんどが円借款だからいいんだみたいなことを言う人がいるんですけど、そのお金国内で使ったらもっと GDP は成長していたんです。確実に。なんで日本人がひもじい思いをしているのに海外支援なんかしてるんですかそんな余裕あるんですかって言いたいんです。ということなんですけど、 本当、割を食うのは日本国民だけです。議員は脱税しても捕まらないんです。羨ましい。では、以上です。ご視聴ありがとうございました。